サカアカは、サウジアラビア北西部の都市、ネフド砂漠の北部に位置するオアシス都市で、ジャウフ州の州都である。2010年の人口は24万2813人で、ある。サカアカは豊富な農業用水に恵まれ、主要農産物であるゲーツとオリーブだけでなく、多くの農業プロジェクトが実行されている。周囲の農場数は1万6000に上り、 国内最大の有機農場であるワタニア農場などの大規模農業ビジネスが盛んに行われている。サカーカは4000年以上の歴史があり、ラジャージル、タテイシやオマールモスク、マード城といった史跡が存在する。サウジアラビアの各地では近年急速に開発が進んでいるが、経済的に立ち遅れた地域であるこの地域を支援するために、サウジ政府はジャウフ州、 特に州都である坂あにおいて多額の投資を行っている。このため、坂あにおいては古く緊急の修理を要するような建物や遺跡に隣接して非常に新しい政府庁舎や病院、学校などといった公共建築物が大量に建設された。2005年に創立されたジャウフ大学は急速に規模を拡大し、この都市は大学都市としての機能を持ちつつある。 坂中は、欠片の帰国文においては高温砂漠気候に属する。ありがとうございます。